いやーどうも、今ボス恋見て、結構なんつうんですかね、ドキドキした感じですね。なんか最後の方に叩み込まれたって感じなんですよね。正直ね、最初の方はね、ちょっとね、うんって思ってたんですよ。まあ面白いっちゃ面白かったんですけど、いろんな面でね、平和すぎたなっていうところがあったんですよね。最初の方はね、宝来麗子と宇賀神のデートとか面白いなって、サメの話したりとかね、で男ってこういう時はデートの前は仕入れるんですよみたいなのとかも面白かったし、淳之介がね、家の前にいて上がり込んで物を送りつけてほいでそこに元々のその元カノ倉科カナ、その蓮見理央が来て、あいつがいるんでしょって言っても実はゴキブリだったとか、まあそういう面白いシーンが結構続いてて平和だなーって思ってたんですよね。うん、倉科カナさんがめちゃくちゃね、まあ役上ですけど、蓮見理央がめちゃくちゃいい人で、めちゃくちゃ性格が良くて、淳之介が告白したじゃない、告白っていうのかな、みんなの前で、奈美ちゃん俺の彼女だからみたいな感じで言ったじゃないですか。彼女宣言してるんだけど、その奈美が蓮見理央にはかなわないっていうのもすごくうなずけるというか、めちゃくちゃ性格良くて、これでいい人で、しかも綺麗っていう、まあ女から見ても絶対無理だな、この人には勝てないなっていう、そういう感じもしたなぁと思ってたんだけど、前半はね、宝来麗子の人生もちょっと垣間見えたっていうんですかね、お父さんとの確執的な部分だったりとか、まあ宇賀神さんが案外モテるっていうところ、メアリージュンさんね、にもなんかやっぱり好かれてるっていうところとか、あとまあゲスト、今日、あれだったら高橋優さんですかね、メアリージュンさんの妹がね、普通にモテるとして出てたんで、あれはもう、なんつうかね、サプライズゲストなのかなって思ったりしたんですけど、まあ倒れたじゃないですか、編集長が、宝来麗子の。そこに対して、心配だから奈美が行くと。でも実はそこの場所っていうのは、スポンサー、そのお父さんから依頼された、スポンサーになってもいいよっていう人が、ちょっと変なことを言い始めると、そういう場所だったと。でそこに奈美がなぜか行って、それって雅を守ることじゃないんじゃないですかとか、なんかいろいろ言ってたじゃないですか。ああいうのに関してはなんかちょっと演出がどうかなって僕はぶっちゃけに思ったんですよ。ありえないなっていう、ちょっとこれはちょっとぶっ飛びすぎてる演出かなと思ったんですよね。ね、だって一般の子がまあああいう席にね、中に入れられたからって同席できないし、しかもね、お金の話をしてるのが新人の子が口出しできるはずがないわけですよ。だからあそこはちょっと無理があるなって、ちょっとあそこの場面に関しては思ったんですよ。まあその後ね、結局宝来麗子がありがとうっていう、初めてそういう心を許すシーンにもつながっていくんですけど、まあそれはなんかちょっとそこは僕的にはちょっとね、ボス恋見てていろんな展開がある中でちょっとここは無理したなっていうところが一つ。ただ後半ですよ、後半が蓮見理央がその病院で淳之介と会ったじゃないですか。それで実は脳の障害なんですかね、手があんまりバイオリニストとしてうまくいってないっていうところの、その時にこう淳之介に対する演技っていうんですかね、まあなんか倉科カナさんの演技、なんか戸惑ってる演技っていうんですか、頼る人がいないっていうところで、人には言えないこの悩みみたいなのを言って笑顔だけどこう泣くっていう、あれはねめちゃくちゃいい演技だなっていうか、ものすごい演技がうまいなと思って、あそこからもう引き込まれちゃったんですよね。その前の前半はなんかちょっと今回は緩いかなって思ったんですよ、今回のボスコはちょっと緩いかなって思ってたんだけど、もうあそこからスイッチ入った感じ、あそこから畳み込まれてたですよね。蓮見理央と帰りに、蓮見理央が捕まえて、淳之介がそれでやっぱりそうなんだって、腕大丈夫かって話になって、その泣きながらの演技につながるわけじゃないですか。そこでグッと、病院では笑顔だったんですね。病院では普通に笑顔でご飯食べ行こうって、違うそれを知って淳之介がなんかご飯食べ行かないって、お腹減ったって言って、相変わらずだねって言ったんだ。だけどその帰り際にやっぱり心配して言った時に泣いた、その演技がすごかったなって思ったんですけど、で
そこを見られちゃったんですね、コクって。でね、まあ、淳之介はね、いい子すぎるんですよね。いい人すぎるんですよね。だからなんか、ああいう風に誤解をされやすい。モテるんだろうけど、やっぱりみんなに優しいから誤解されやすい。っていうのの対比で、それでそれを、ナミが見ちゃって。で、まあ、その後のモネちゃんの演技もめちゃくちゃ良かったですよ。もらい泣きしそうになりましたもん。ちょっとうるうるってきましたよね。あそこからもう本当に僕は放心状態で見てましたけど、おじさんは本当に心配しながら見てましたけど、で、あれで同僚のね、はるかとの、あのやりとりも良かったですよね。やっぱり友達としていい、いい友達を持ってる、同僚を持ってるっていうところ。で、それは実は中澤が聞いてたっていうところじゃないですか、中澤先輩が。で、宣戦布告じゃないけど、淳之介に、もう遠慮しないから。っていうなんか男のバチバチ感が見た時にはもうね、前半の緩さと後半の畳み込みがあまりにこの落差がありすぎて、めちゃくちゃすげえ演出だなぁと思いました。なんかここのこのラストに持っていくために前半あえて緩くしてんのかなっていう風にまで捉えちゃった、見事な作りだなって思いましたよね。ほんで最終的に中澤が、ナミに、俺やっぱお前のこと好きだわと、俺だったら泣かせないよっていう告白ですよ。男前すぎる告白をしてく、してるじゃないですか。でも来週これは見なきゃいけないなっていうような気持ちにさせるこの演出ですかね。もうさ、ほんとね、最後の畳みかけ、最後のほんとに15分ぐらいですかね、そこら辺ぐらいの畳みかけが気持ちを高揚させたなっていう感じでしたね。もうちょっとね、前半は眠い、まあこれは今日撮るのやめようかなぐらいに、明日ゆっくり撮ろうかなと思ったんですけど、もう後半の畳みかけでもうダメだと、今日は寝れないと思って、しばらくはこの寝れないな、クールダウンしてると寝れないなぐらいの畳みかけだったんでびっくりしました。と、恋愛、こう恋愛バトルじゃないけど複雑化してきたというか、仕事だけじゃなくて今回はバチバチのその本当に資格関係、合格関係っていうんですかね、びっくりしました。まあ、そんな感じです。ではもう、ちょっと風呂入ってクールダウンして寝ます。な感じです。また来週楽しみに。